どうもありがとうございました。メールに写真を送ろうと思っている所存でございます。今日は全部自前です。浴衣も自前、髪飾りも自前、髪の毛も自前、すべてが自前です。メールに写真を送る、間違った、あ、そう、合ってる。メールを送るんですけどね、似合ってます、ありがとうございます。いっぱい話して疲れてはない。サイン会に、そっか、サイン、あ、そっか、今日サイン会やったけど、ショールームはしたんか、一応。まあまあ、せっかく浴衣なんでね。りゅういちさん、ゆうちゃんかわいいギフト、中野さん、すけさん、ひなたさん、まさひろさん、くまねパパさん、ゆうちゃん、いとちゃん、赤色さんとさん、かわいいギフト、あさかさん、涼しい、みつるんさん、ひろしさん、かわいいギフト、ちこー、ちこちゃんタワー、ありがたわー、ちょっとお礼を書きますね。すりやさん、ありがとうございます。自前尽くしです。いちご飴おごりたい、さあ、きゅうりの一本漬けの方がいいかもしれんさあ、きゅうりの一本漬けの方が、今はね、今の気分で言うと甘い気分じゃないので、今はきゅうりの一本漬けかな。充電がやばいですって、それは知らん、それは知らん。でもさ、キュウリには苦い思い出があるんですよ。なんか、あの、夏祭りで北条屋っていう福岡で結構有名な、もう屋台がブワーって並ぶやつがあって、でそこでなんかキュウリ買ったんよ。でもそのキュウリがただのキュウリじゃなくて、キムチみたいな、キムチやったかな、なんかそういうのがついとるやつやったんよ。で、それ、そしたらもう大変なことに、あの、垂れ始めて、まあその時は浴衣じゃなかったけど、垂れ始めて、割とお乳の白の、白じゃない、ピンクだ、薄ピンクのバッグにちょっとキムチがついてみたいな。でベタベタするし、そういう時ってさ、お手洗いもそんなさ近くにないし、そう、もうね、めっちゃ最悪やった記憶が、キュウリの苦い思い出です。メールを一旦、いや、先に、まだ30分か、
苦ききゅうりの思い出。でもきゅうりは好きです。夏はきゅうり、きゅうりの浅漬けとかさ、そういうのめっちゃ好き。ちっちゃい頃から好き。マヨネーズ、キュウリ、あでもなんかマヨネーズ、マヨネーズではないな。なんかさ、さらあれが好き、あのさ梅、なんかモロキューみたいなやつ、なんかつけれるやつ家にある。結構キュウリを適当にパパって切ってそういうのつけて食べるの好き。夏きゅうりいっぱい食べよう。ほぼ水分やけど、きゅうりなんて。7月の17だっけ今日。17。スイカもね、スイカもいっぱい食べたいけどなかなか買う機会がない。こっちゃんありがとう。ありがとう、ありがとう。確かに冷しゃぶとかもね、そうね、作ったね。めっちゃきのこさん、おいでます元気さん、バラたーさん、いとちゃん、ハート、きよ兄さん、もんきちさん、ありがとうございます。カットスイカね、でもスイカってなんかさ、あのこう切ってあるやつがやっぱ良くない？全部楽しかったよって、ありがとう。そう、メール送るんだ。3連休、皆さんは世の中的には3連休どんな3連休を過ごされましたか？スイパラ、お話し会、仕事、日焼け、睡眠、もったいない。
さん話してよかった、うん、充実していた。私はお話し会、ラジオ、山中湖お話し会というね、3日間で4つの出来事がありました。4日間の気分広島、東京、山梨、広島みたいな感じ。山中湖の景色、山中湖の景色良かったよ。なんかまあ田舎って言い方したらあれやけど、良い田舎って感じ。自然豊かな、めっちゃいい感じの。そう、なんか都会が好きやけど、都会のビルとかタワマンの夜のあの光好きやけど、でもやっぱすごいね、いい、なんかいい気持ちした。しかもなんかあんま寝れてなくて行って、でもなんか自然の景色見て、なんかマイナスイオンで撮って、なんかあいいなってなった。疲れる取れるわって感じやった。小顔くん、みきやくん、やすべさん、なるぶさん、水鉄砲、ありがとうございます。そう、なんかたまにはなんか湖とか、まあ、海とはまた違って湖とか自然、森みたいな場所、まあ森はでもちょっと虫が出るけん嫌やけど、滝とか行こうかなってちょっと思った。
でもまあ夕方やけんそんなになんかめちゃめちゃ暑かったわけじゃないしって感じ。そう、昨日来てくれた人たちみんななんかちょっと赤くなっとった赤くなってました。ポニテかと思ったおろしだった。そうだね。いやなんかね、ポニーテールはそうだよね、ちょっと日によって気分じゃない時もあるっていうのと、やっぱあと他にポニーがおったら今日はやめとこっかなってなるっていうのもある。そうだね、岐阜も外かな。事前にメンバーと相談して髪型ないそんなことはない。まあでもあの花垂れの衣装を着るときは、花垂れの衣装を着るときはって言ったら公演はちょっと対象外ですけど、花垂れ披露みたいな、花垂れだけみたいな日はポニーテール。あと去年の夏はもうほぼ全部ポニーやったけん、去年の夏でポニーばっかりしすぎて、なんかもういろいろしていこうかなみたいな。あとポニーはライブ中はいいけど写真を撮ったらあんまりなんかここが何もないけんさ、そうっていうのはある。髪飾りにリボンとかがあったらねいいんやけどって感じ。まあいろいろやってた方がいいかなと思って。去年の山中湖はそれを持ってサイドポニーをしたんですよ。今週も本当いろんなイベントがありますのでって感じです。公園に
公園にクックパッドに関ヶ原にって感じですね。プラスラジオ。シュシュはなんかあんま好きじゃない。なんかポニーテール、なんやろ、なんかそんなにリボン派って感じ。そうなんや。久しぶりに外れた。あ、クックパッド？あら、そういうことか。来月がね、いつか分かりませんが、なんかあ、この日かと思っとった日があったんやけど、なんか違いそうな感じもしてきて、まあ21日には分かると思うんでね。まあそうね、配信はあるし、感覚的に下旬。え、でもまあ感覚あんま関係ないのね、正直。だって千代さんめっちゃ後半にやって、次の週の頭ぐらいにやってる時とかもあるし、そう。まあでもちょうど1ヶ月後ぐらいじゃない、大体。分からんけど、まあ分かりません。ちょっとこっちも曖昧になってきたんで分かりません、なんとも言えませんが。なんかあったっけなーと。1、2、あ、青空、これだ。青空。不定期です。結構不定期って感じかな。またね、千穂さんとのやつもやりたいけど、どれを送ろうかな。
タイタンさん、めっちゃ可愛いギフト、ありがとうございます。ヒューさん、ありがとうございます。メールがババ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 って届くと思います。フックパッドでかき氷めっちゃ簡単やん、かき氷なんて削るだけやん、削って配るだけ。まあピリリじゃないんでないかもしれないですね。なんかこれ卵パンみたいなやつもらったんや、今日差し入れで。卵専門すごくない？なんか温めたら美味しいって書いてあったけん、明日温めて食べようと思って持って帰ってきた。麻布十番、老舗旅館の料亭から生まれた秘伝の戦法。へえ。焼きたてはふんわりまろやか、電子レンジで温めると焼きたてを味わえます。卵の奥深い味わい、冷蔵庫で一夜、一夜冷蔵庫で一夜開けたらいいらしい。その3、濃厚フレンチトースト、フライパンでバター焼きにすると濃厚なフレンチトーストの味わいですって。うわめっちゃいいね、製法です、秘伝の製法だって。さ、戦法って言った、製法、製法らしいです。卵パン温めてから冷蔵庫に入れるんて、アホか、なわけないだろうなわけないだろう。なんかすごくない？なんか真っ黄色、温めて食べる。さ、こういうの結構温めて食べるの好きだよね。リクロおじさんとかも一旦冷凍してそれを温めて食べたりするの好き。なんかスフレ感が出たりして好き。これは濃厚卵っていうだけあるよね。最後のメールを送っています。
は何なんだろうね。元末。スイパライベント、スイパライベント、呼ばないのおかしい。あ、ほんとスイパライベントね、出たかった。濃厚そうな竹まつるさん、あれ違う、ひろふみさん、ミシェルボーイさん、みんみんさん、すけさん、まさひろさん、竹まつるさん、ツッキーさん、ありがとうございます。カエルサンタさん、めっちゃ可愛い人、やじうまさん、パンダペンギン、ありがとうございます。モカロン飲みました、優しい味がしました。なんだ優しい味、嘘。スイパラもみんな結構行ってくれていて、陽気です。これ甘かった。これさ、ショールームってあれあるっけ？ないんかな。なかったっけな。
めちゃきのこさん、おいでます元気さん、バラありがとうございます。こそとの浜やらわぼ、打ち上げ花火の歌ないんだね。ショールームのカラオケ入ってない。そりゃ残念。入っておりませんでした。意外とない、一歩目音頭しかない。意外とない歌多いよ。今度はでももう歌えん。意外とない。夏曲はあるけど浴衣のイメージ、まあでも昔の AKB さんの曲は夏曲って言ったら水着だったからね。温度計はちょっとあっても歌うのかな、歌うのかなって、せっかくだったらちゃんと歌える曲がいいや。ミステリーライン、まあ入ってないものは仕方がない。カラオケするってなったら携帯に変えんといかんけんね、正直ちょっとまあまあ仕方がない。平手おじさんありがとうございます。
まあなかったので歌えません。打ち上げ花火あるかなって思って個人的に聞いておきますね。そうですね、個人的に聞いて昇格ツアーのあれを思い出してください。今日はそろそろ終わろうかな。サイン会もしたし、浴衣も見せたので、それじゃあそろそろ終わろうかなと思います。48MJ さん、ゆいたけおさん、13位すけさん、12位しまんちゅさん、11位いとちゃん、10位おいでます元気さん、9位タイタンさん、8位やじうまさん、7位ピロシさん、6位あさかさん、5位りゅういちさん、4位ゆうちゃん、3位あかえるさんちさん、2位なあらぶさん、1位ちこちゃん、ありがとうございました。お話し会に来ていただいた皆様もありがとうございました。それでは終わりたいと思います。そうだね、今年最後かもね、浴衣は。浴衣姿自体最後かもね。もう着る予定はないので、それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。